ユンカースは、ドイツの航空機、エンジンメーカーである。正式な社名は、ユンカース航空機、発動機製作株式会社。前身は1895年に、フーゴイユンカースが設立した、ボイラー及びラジエータ製造を手掛けるユンカース &CO 温水機製造者。第一次世界大戦を通じて、全金属製航空機製造大手へと成長し、第二次世界大戦では、 ドイツ空軍へ軍用機を供給した。第二次世界大戦後は、ユンカース有限会社として再建され、最終的に、メッサー・シミット・ベルコをブロームに吸収された。満州航空のユンカース186の就航を祝う、満州国の二札駅冷水平対抗ピストン直列、四気筒駅冷垂直対抗ピストン直列五気筒、十も二百五駅冷垂直対抗ピストン直列六、 気筒カップルドエンジン液冷垂直対抗ピストン12気筒カップルドエンジン液冷十字対抗ピストン24気筒液冷水平対抗ピストン直列6気筒液冷直列6気筒液冷、V 型12気筒字も210液冷倒立 V 型12気筒液冷4気筒6バンク24気筒液冷6気筒6バンク36気筒字も004日本では日本楽器製造が ライセンス生産権を得ていた。トラック、バス用1940年8月11日付、東京朝日新聞山桃の木は知っている、ヤマハ発動機創立時代の裏場、なしヤマハ発動機の技と、術ヤマハ発動機。ありがとうございます。